尾上菊之助さんといえば若手の歌舞伎役者の代表的存在の一人として知られていますが、俳優として西郷どん、下町ロケットなどでも話題です。その尾上菊之助さんの結婚なれそめ、嫁や子供は？尾上菊之助さんの年齢、身長、高校大学、経歴などウィキプロフィールとともに調べてみました。尾上菊之助さんのプロフィール、名前、尾上菊之助。本名、寺島和康。出身地、東京都。生年月日、1977年8月1日。年齢、41歳、執筆時。身長、173センチメートル。血液型、B 型。学歴、青山学院大学中退。職業、歌舞伎役者、俳優。屋号、音羽屋。尾上菊之助さんの若い頃を今現在。尾上菊之助さんは1977年東京都生まれ。家は歌舞伎の名門、音羽屋で、父親は歌舞伎役者、7代目尾上菊五郎さん。母親は女優の藤澄子さん、姉は女優の寺島しのぶさんです。1984年に歌舞伎座、絵本牛若丸の牛若丸で6代目尾上牛之助を襲名し初舞台を踏みます。青山学院幼稚園、初等部、中等部、高等部を経て、1996年に青山学院大学文学部に進学、後中退。1996年5月に歌舞伎座、弁天娘目尾の白波の弁天小僧ほかで5代目尾上菊之助を襲名します。2000年に歌舞伎座、源氏物語で紫の上を演じ、大人気に。7代目市川新之助さん、11代目市川海老蔵、2代目尾上辰之助さん、4代目尾上松緑と、平成の三之助と呼ばれ、新たな歌舞伎ブームを起こします。以後も数多くの歌舞伎舞台で活躍。また、蜷川幸雄さんの舞台、蜷川十二夜など、をはじめ、新作歌舞伎や舞台にも数多く出演。舞台以外にも、青い徳川さんよ、0年、NHK 大河ドラマ、坂の上の雲、10年。折り紙の魔女と博士の四角い時間、17年、声の出演、西郷どん、18年、NHK 大河ドラマ。下町ロケット、18から19年、下町ロケットより、などのドラマ。水の旅人侍キッズ、93年、四十七人の刺客、94年。犬神家の一族、6年、ザコード、暗号、9年。などの映画ほか、数多くの作品に出演。歌舞伎役者として海外公演も多く、その可憐な美貌と清潔な色気で女形としても二枚目としても高い人気を誇り、現代の歌舞伎を代表する若手スターの一人として第一線で活躍を続けています。尾上菊之助さんの嫁は波野陽子さん。結婚なれそめは、尾上菊之助さんは2013年2月、歌舞伎役者中村吉右衛門さんの四女、波野陽子、陽子さんと結婚しています。中村吉右衛門さんの兄、松本白鸚さんについて。馴れ初めについては詳細は明かされていないようですが、尾上菊之助さんも波野陽子さんも歌舞伎の名門の家柄出身ですので、子供の頃からお互いに知り合っていた可能性が高そうです。波野陽子さんは尾上菊之助さんの5歳年下で、青山学院大学を卒業後、2005年から株式会社和光に勤務。銀座にある、時計台で有名なあの和光ですね。尾上菊之助さんの母親である藤澄子さんが和光で買い物した時の接客がとても良く、ずっと好印象を持っていたのだそうです。ただ、父親の尾上菊五郎さんは二人の交際を知らず、娘の寺島しのぶさんがフランス人の夫を連れてきた時以上にびっくりしたみたいですね。波野陽子さんの父親である中村吉右衛門さんも快諾したそうで、すんなりと結婚が決まったようです。歌舞伎役者の妻、いわゆる離縁の妻になるのは相当にハードルが高いようで、過去にも歌舞伎役者が女優など部外者と交際して破局した例は数多くあります。これだけあっさり決まったのも、やはり波野陽子さんが歌舞伎の家出身で、幼い頃から業界独自の慣習を身につけていたことが大きいのでしょうね。
波野陽子さんは結婚する少し前の2012年10月に和光を退社し、現在は梨園の妻として、夫の尾上菊之助さんをサポートし、子供たちを育てることに専念なさっているようです。次ページ、尾上菊之助さんの子供は3人。長男の寺島和文さんは歌舞伎役者デビュー。とても可愛い画像あり。尾上菊之助さんの子供は3人。尾上菊之助さんと波野陽子さんの間には3人の子供がいます。長男、和文、2013年11月28日生。長女、友よ、2015年7月14日生。次女、新、新た、2017年9月4日生。長女の、友よ、は、世の中をたくさん知ってほしいなと思いまして。広く世界を知ってほしいとの思いでつけました。次女の、新、は、新しいことに物怖じせず挑戦してほしい、という願いを込めて名付けたのだそうです。幼稚園や学校などは公表されていないようですが、両親ともに青山学院出身で、実際に歌舞伎の家の出身者は青山学院が多いので、将来的には青山学院幼稚園、初等部に進学する可能性は高いでしょうね。残念ながら、二人の娘さんたちについては写真画像などは公表されていないようですが、長男の和文さんは2019年5月に歌舞伎役者として初舞台を踏んでいます。尾上菊之助さんの長男、寺島和文さんが尾上丑之助を襲名。尾上菊之助さんの長男、寺島和文さんは、2019年5月の、蘭菊祭5月大歌舞伎で初舞台を務めることになりました。とても可愛らしいですね。同時に凛々しくもあり、立ち姿がとても様になっています。さすがですね。演目は、絵本牛若丸。これは1984年に父親である尾上菊之助さんの初舞台のために書かれ、初演された作品ですが、息子にも受け継がれることになりました。尾上菊之助さんの強い思いにより実現したみたいですね。なお、こちらがすっぴんの寺島和文さんの姿です。やはり可愛いですね。お父さん似のようですね。とても素直な性格だそうで、また妹が泣いたら頭を撫でに来たり、おむつを持ってきたりと、妹思いの優しいお兄さんでもあるみたいですね。目標は、父親のような歌舞伎役者になること、なのだとか。まだ5歳なのに、とてもしっかりしていますね。将来がとても楽しみですね。以上、尾上菊之助。